理科教師38年、理科の苦手なあなたを救う基礎基本シリーズ中学2年分野をお送りします。中学2年第1単元化学変化と原子分子第1章物質の成り立ちその1をお送りします。はい、これはですね、はい、炭酸水素ナトリウム、ふくらし粉を加熱する実験です。はい、ここにふくらし粉を入れてガスバーナーで熱すると、気体が発生してきて、その気体を試験管 B に溜めるという、そういう実験です。はい、動画を止めて答えをまず言ってみてください。はい、では、説明します。はい、まず気体の集まったこの試験管 B に石灰水を入れるとどうなりますか。もう石灰水といったらもうこれしかありません。白く濁ります。その白く濁った気体の中に火のついた線香を入れるとどうなりますか。はい、線香の火が消えます。これはですね、二酸化炭素が火を消す性質があるということではありません。要するに酸素がないところでは火が消えるという、ただそれだけのことです。次に火のついたマッチを近づけるとどうなりますか。はい、これは消えるということではなく、もう変化しないということです。はい、このことから試験管 B に集まった気体は、はい、もう分かりますね、二酸化炭素だということが分かります。そして、試験管 A、 試験管 A の内側のところに何かが、液体がついている。この液体は何ですか。水です。見ればすぐわかるので、いちいちですね、塩化なんとかしを使うってことは必要ないんですが、ここではまあ、はい、青色の塩化コバルト紙というのをこれにつけると、はい、青色が赤色になるという、そういうことになります。これはもう見ればわかるんですが、そして加熱した後、試験管 A の底に残る、この底に残る、最後に残る白い固体は何ですか。はい、炭酸ナトリウムです。付け足しておきますが、この試験管 A、 これ口を下げておく、水ができるので口を下げておかないと、その水がこっちの熱しているところに、まあ、降りてきて試験管が割れる心配があるので、必ず口を下げてください。はい、そして努力問題。炭酸水素ナトリウムと熱してできた白い固体で、水に溶けやすいのはどっちでしょうか。はい、これはですね、熱してできた方ですね、白い固体です。水に溶けるとこの白い固体、ここにも炭酸ナトリウムですが、炭酸ナトリウムは強いアルカリ性を示します。アルカリ性かどうかし、まあ、調べるもう、試薬といえばもうフェノールフタレイン溶液です。加えると色は濃い赤色になります。熱する前の炭酸水素ナトリウムは水に少ししか溶けなくて、フェノールフタレインの色は、まあ、薄い赤色、まあ、弱いアルカリ性ということで区別してください。そして、この試験管 B にですね、最初に、この試験管 B に最初に溜まった気体を、まあ、捨てるというんですが、実際にそんな、まあ、もったいなくて捨てない、普通捨てないんですが、テストではこれ出ます。この捨てる理由は何ですかということで、はい、試験管に最初にあった空気が出てくるからということです。はい、ここではですね、もう二酸化炭素についての問題が、まあ、一番多いんですが、もうこれですもん。はい。石灰水と来たらもう白く濁る。もう二酸化炭素だという、これをもうセットで、覚えてください。はい、第2問は酸化銀を熱するとどうなるかという問題です。はい、動画を止めて答えを言ってみてください。はい、では説明します。はい、まず酸化銀はどんな色をしてますか。はい、銀というふうに言ってますが、酸化銀は黒です。黒い色をしてます。これを熱するとですね、熱すると、この試験管 A の底に残るものが何色かというと、はい、まあ、教科書とかなんかでは、まあ、白って出てくるんですが、まあ、実際には灰色だと思います。灰色、色がダブってますが、気にしないでください。
そして残った物質を硬いもので磨くと、はい、初めて銀色に光って、これを金槌で叩くと、はい、伸びて薄く、まあ薄く伸びます。変形します、簡単に。そして電気をよく通します。はい、これはもう金属の特徴ですから、はい、残った物質は当然、銀であることがわかります。そして試験管 B に集めた気体は火のついた線香を入れたら、線香が炎を上げて燃えます。なので、酸素であることが分かります。この気体が酸素であることが分かります。この実験のように1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化を、はい、何て言いますか、分解と言います。さあ、この酸化銀ですが、熱すると純粋な銀、純銀になりますから、もう本当にちっちゃい入れ物に半分ぐらいこの酸化銀が入っていて、なんと1万円とかします。なので、半ごとにたっぷり使うということはもったいなくてできません。大概私は、まあ、園児実験で、ケチってやってました。はい、第3問。電流を流した時の水の変化についての問題です。はい、このような装置で電流を流したら、それぞれの電極から気体が発生しましたという問題です。はい、動画を止めて答えを言ってみてください。はい、では説明します。はい、ここではですね、電流を流した時の水の変化というんですが、純粋な水は電流がほとんど流れません。なので、薄い水酸化ナトリウム水液を入れるということで、はい、電流を流れやすくするためということです。そして、あの電極は、はい、陰極です。これマイナス極でも間違いではないんですが、必ず区別するために、電池と区別するために陰極、陽極というふうに言ってます。そして発生した気体が水素です。陰極から水素が発生します。そして、陰の電極から発生するのが、はい、酸素ということです。はい、水素と酸素が2対1の割合で、発生します。はい、そして、火のついた線香で、調べるのは何かというと、はい、これは酸素です。マッチで調べるのが水素ということです。これはどっちでもいいなんて思ってる人がいると思いますが、そうではありません。必ず線香は、酸素は線香、水素はマッチで調べるということです。これは演習シリーズに、ありますので、そちらも見てください。はい、電流を流して物質を分解することを、はい、何と言いますか、ここではただの分解ではなくて電気分解と言います。そして元の物質とは違う物質ができる変化を、はい、化学変化と言います。はい、リカルタの巣に詳しく出ているので、こちらを参照してください。水素の巣、酸素の差、2対1で分かれます。継続は力なり。継続は未来を開く。継続が夢を実現します。よかったらチャンネル登録、コメントもお願いします。人生は一度、自分は一人、やるときは今。